ダービーマッチ日本のダービーマッチ南北摩合戦南北摩合戦は FC 町田ゼルビアと東京武蔵野シティ FC が対戦する試合の故障である。FC 町田ゼルビアが日本フットボールリーグに昇格した2009年より横川武蔵野 FC との対戦が始まった。当初は JFL 東京ダービーと言われており2009年4月にスポーツナビで トツカ也及びヨダヒロキとの座談会で新たなる東京都ダービーの実現に向けてと題して話したが一部のサポーターはチーム名に町田、武蔵野の漁師の名前が入っているので東京という文字を入れるにはいささか問題があるとして東京都の多摩地方を本拠地とするチーム同士の対戦であることを意識づけてこの南北多摩合戦というダービー名が付けられたとされている FC 町田ゼルビア、2勝2分4敗、横川武蔵野 FC、東京武蔵野シティ FC、4勝2分2敗、厳密には、日本プロサッカーリーグに属する FC 東京、東京ベルディ1969も、名目上は、東京都全域がホームタウンとなっているが、実際味の素スタジアムを試合の本拠地、またホームタウン活動も前者は主に、調布市、府中市、 三鷹市と都心23区を中心とした地域、校舎は稲城市、多摩市、立川市といずれも多摩地域がメインである。ありがとうございます。